雄大な景観が印象的な鹿児島県の錦江湾。その入り口にあたる指宿沖は、春のマダイはもちろん、カンパチなどの青物からハタ類やアマダイといった高級魚まで、さまざまなターゲットが狙えることから、多くのアングラーに注目されている。今回はそんな指宿沖を舞台に、この番組ではおなじみとなった萩原徹がジグを駆使して春の大型マダイと青物に勝負を挑む。今回のルアパラ九州 TV は、鹿児島県指宿沖のジギングをお届けしています。おはようございます。漁の萩原です。本日はですね、鹿児島県は指宿市の方に来ておりまして、松風さんにお世話になってですね、春の錦江湾口の入り台、こちらを本命として狙っていきます。ただね、タックルはスーパーライト用のね、ビガーとか新型のジグ、こちらをね使って1日ね釣りをしてくるので、まあいる魚をね楽しく釣っちゃおうと、そういう感じでいきます。どんな魚にね出会えるか分かりませんが、楽しく行ってみますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですね、朝一ポイントついたので釣りをして、ね、開始していきます。でロットの方はですね、今年販売となったねリガーの C601L、 ベイトのね柔らかい L タイプです ねこれで、リールは中型リールですね。でこれ PE のね 0.85 300m 巻いてあります。でリーダーの方がね4号で、ジグの方がこれも今年春販売になりますね、ドラッグメタルフォースのセミロング、これのね UV の赤金のね 85g、これでいきます。で上下にはねダブルフックでね早掛けフック、こちら25を上下にセットしてる感じです。今日はねこれでいきます。さあ朝一のいい時間、後ろにはバッチリ見えてますね、開門岳。いいですね、春らしく暖かくなってきたんでね、そろそろいろんな魚がね動き始める時期なんでね、なんとかなるでしょう。で今日はですね、僕以外に、リオのねモニターの女の子も来てたり、あとはねいつもの前田君も来てたりしますんで、今日はみんなで楽しく見てください。今日は楽しみですよ、やってますね。するとここで前田に待望のヒット。前田くんヒット、いい魚じゃないのそれ。これ青物っぽかったですけどね、練り子だ。やりました、練り子です。朝一一匹目使ったルアーはドラッグメタルフォースの 100g のピンクヘッドシルバー、これボトム取って下から 10m ぐらい巻き上げてハーフピッチで落とした時に振ってくれました。いやー、よかったです。さらに続けて前田に連続ヒット。最初ボトム取って、それから朝一なんで活性高いやつ拾おうと思って早めのワンピッチで巻き上げてきた時に食いました。長崎から来た甲斐がありました。ロットはリガーのスピリング600の UL、 一番柔らかい竿です、スピリングで。どっかまるまる太ったブリです。いやー、よかった。使ったルアーはさっきと同じでドラッグメタルフォースの 100g ピンクヘッドシルバーで、ボトム取ってワンピッチで巻き上げてきた時にドカンと来てくれました。鹿児島最高。
出だしから今回は前田大活躍ですね。前田くん存在感アピールしてますね今回は。狙いはね、まあ青物も釣りたいですけどね、釣りたいけどどちらかというとやっぱりタイを釣りたい時期的にね。萩原にヒット、止めたら食ったね気持ちいい今の青物だね。ね、L クラスでも結構パワーあるでしょ。こうフルソリッドのロットってこう粘り強いんですよね。こう今魚走ってて耐えてるだけですよ。耐えててもロットがね全部ここまでワンピースなんで、グリップエンドまでしっかりこうグネーと曲がってくれるんですよね。なのでこう不必要、こうナチュラルな感じで魚に常にプレッシャーかける。だからこう魚もねそこまで暴れずにゆったりとこうファイトができて、だましだまし上がってくるんですよね。これだけ曲がってても力をちゃんと魚にプレッシャーかけ続けることができてるんですね。常に魚の頭さえ上に下に向かせないようにね。はい、ありがとうございます。ほい、ね、ちょっとブリヤズ、ちょっと大きめのヤズっすねまだちょっともうちょっと大きかったブリかなぐらいのやつですね。これフォースのセミロングのユブの赤金 85g、 これです。あー、よかったよかった。とりあえず今もうほんと、まあ、ちょうどね浮いた反応があるって船長が教えてくれたので、こうジグ結構こうふわ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 っと止めた瞬間ですよね。で落ち気味、この時このフォースのセミロング、今までのフォースと違ってこう結構スライド幅大きいんですよね。横飛びでビューン飛ぶ距離が大きいので、それで飛ばしてからのこのひらひらひらっていう時にドン、気持ちのいい当たりの出方最高でしたね。いや、まだまだ行きますよ、まだまだ。こうヒュッと飛んで落ちてくる、このキラキラ、今のキラキラ、ね、もう一回いきますよ。こうふわっと横に飛ばない、このキラ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 と落ちる。この時魚食べやすい水平姿勢を取ってくれるんで、これですね、これ。はい、ジグの方ちょっと交換してみます。でね、今までねフォースのセミロングの 85g 使ってたんですけど、潮がねそこまで速くないので、今度タングステン、ちっちゃいシルエットにしてみます。タングステンスリム、ドラッグメタルのタングステンスリムの 60g のシルバーグロン、これでいきます。ちっちゃめのシルエットに反応してくれたらいいなと。ちょっと潮が流れてない分ね、なかなか口を使ってくれないんで、試着でちょっと小さめで早めのピッチでね、2分の1ピッチぐらいで狙っていきますよ。で狙いはボトムからだいたい15メーターから20メーターぐらいまで上まで。お、来た来た来た、ナイス。今度はアヤノンにヒット、ダブルヒット。続けて前田も当たりを捉え、大門旗をキャッチ、ダブルヒット。親子の大門旗、僕使ったルアーがドラッグメタルのタングステンヘビー 100g の、ピンクゴールドゼブラグローっていうカラーです。私の方がドラッグメタルフォース 120g の UV グリーンゴールドできました。よかったですねイエーイ、ダブルヒットねえ、寝坂の連続ヒット、結構今ね寝回りポイント入ってるんで、やっぱり素直に食いますよね。で落とした順番、着底が早い順番に釣れてたもん。
続けて前田にヒット。ボトムで出てきました。おおおお、前田は待望のマダイをキャッチ。やりました。マダイゲットです。ドラッグメタルフォースの 120g のブルピン、これボトム取ってゆっくりふわふわふわっとハーフピッチで上げてきた時に食ってきてくれました。いや念願のマダイ嬉しいです。すると今度はココちゃんにヒット。続けて萩原も当たりをキャッチ。来ましたよ、ついにタイっぽい叩くから。結構ね、ゆったりめのワンピッチ、ふわーってこう乗せながら潮に漂わせるように、ふわふわふわぐっと押さえ込むような感じ。ココちゃんはナイスサイズのマダイをキャッチ。綺麗そうなタイだねこれ。萩原もマダイをゲット。ありがとうございます。はい、ダブルヒットです。やったね、ココちゃん。あれ同じぐらいだね。いや、私の方がでかいです。もうそういうこと言うもんね。くそー、ほら同じぐらい。でも春らしくね、なんかちょっと婚姻色出てる。言いたいです。やったね。2人ともフォースのセミロングの方の 125g ですね。で、ココちゃんの方は UV のね、シルバーで、グローベリーで、僕の方がね、大好きな恋かグローいただきました。さらに続けて、おー、来た綾野も当たりをキャッチ。やっと来た、やっと来た、やった。おー、いいサイズじゃん。やったじゃん。やった。やっとタイが釣れました。細かいしゃくりでちょん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 と上げて、ふわっと下的に引っ張りました。念願のタイゲットです。スタート直後から多彩な当たりで盛り上がる鹿児島県指宿沖のジギング。後半戦のマダイラッシュにもご期待ください。今回のルアパラ九州 TV は鹿児島県指宿沖のジギングをお届けしています。はい、ポイントの方ね、移動してきました。港湾口からちょっとね入ったところで、水深がね大体ね 50m ぐらいのところですね。で、ジグの方、ドラッグメタルフォースのセミロングの方の 105g のカラーの方がね、 UV シルバーのグローベリー、お腹のところにだけグローのラインが入ってる、そんな感じのジグでいきます。で、上下にはね、早掛けフックの20号ですね、これを上下につけてる感じですね。はい、で、ロッドはリガーの方の C の 601 の L、ね、ベイトの柔らかいタイプ。今日なんでかっていうと、今日はね、ちょっとね、優しめのアクション、ジグをこうビュンビュンビュン激しく飛ばすというよりは、ゆったりとこうふわふわふわピタッたらのスッとちょっと落としたぐらいのところ、そこにねやたら反応してくれるので、なのでちょっと軽めのジグと柔らかめのリガーの601、これでいきます。まあまあ金鉱湾ね、では鹿児島エリアで珍しいですよね、こんだけ、まあ、点々と船がいて、だそれだけこのポイント今激アツなんでしょうね。で、確かに魚探の反応とか見ると、こうそこの方から浮いてるところに、ね、もうベイトの、ね、反応が結構びっちりバーンって出てるんで、いいんじゃないですか。はい、じゃあ行ってみましょう、早速ね。活性が高ければね、ホール中でも結構ガンガンガンって当たりがあるんで、そこ逃さないために糸はね、ちょっと強めにサミングしたりして、ちょっとフォールをねゆっくりにしてみてもいいかもしれないですね。こうやって、まあ、こうフリーに離すんではなくて、ちょっとだけこう速度をこうちょっと緩めてあげる。釣り場移動直後に前田が当たりをキャッチ。いいじゃん、翔ちゃん。
やー、ありましたー。タイキッチンの方が行って船長に聞いたんで、早めのワンピッチで巻き上げてきたら結構崩れました。ハギハラも早速あたりをキャッチ。さらにはアヤノンにもヒット。ココちゃんもおめでとうございます。いいぞ、これはないぞ、いいぞいいぞ。ガールズチームの方が若干最下位。くそ、ね、これもね、練り子結構こうやってね群れでいるんでね、連続でみんなで釣ることできますからね。やったね。一人はね、僕の方がフォースのねセミロングの 105g の UV のねシルバーのグロベリーで、前田君の方が同じフォースのセミロングの 105g のブルピーで、ココちゃんが UV のグリーンゴールド、これも同じ125ですね。で、あやのちゃんがフォースの UV のレッドゴールド。今日 UV 系効いてる、効いてる、いい感じ。やったね。今日もうマダイ、まあ練り子とかはねちょっと早めのワンピッチとかでもいいんですけど、マダイに関してはちょっとゆったりめ。あ、くった、こういう感じね、ゆったりジグをしっかり見せてあげるような感じ。そうするとこうやって抑え込むような当たりがあって食ってくれるんですよね。だしっかりこう飛ばすよりはゆったりと見せてあげる。貝だったらいいけどな。まあいかにしてこうジグのこうポール姿勢、飛ばした後の姿勢がしっかり決まるか決まらないかでこう食い方が変わってくるので、そこをねしっかり見ながら、しっかりジグをねふわっと優しめにしゃくっても水平に、ね、なってくれる。その方がね魚はね絶対食べやすいので、そういう感じに作ったのがこの、ね、ドラッグメタルフォースなので、皆さんもぜひね使ってみてください。優しいしゃくりでもこれだけ魚釣れますから。すごいね、もうみんな曲がってるもん。そう上がってきたのはまたもやカンパチ。これもフルソリッドならではですよ。このサイズでもね十分曲げて楽しむことができる、ね、それがねフルソリッドロッド楽しいいいところ。するとここでカツオドリの凄まじい鳥山が発生。マダイがついているのではと船長が船を急降させてみると、多分タイかブリだと思う。カタ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 、間髪を入れず萩原のロッドが曲がる。タイじゃないかなこれ。ホール中着底のね 10m ぐらい上かな。あ、他のメンバーにも当たりが。萩原にはマダイ。はいね、今フォール中思いっきりガツガツガツ当たってきた感じなので、ちょっと変なとこかかっちゃってますけど ね。これもねベイトではねそういう小さいあたり取りやすいんでね、こういう時はねベイトおすすめですよ。いやー、やったね。ほい、ココちゃんはブリ、アヤノンはマダイをキャッチ。その後も当たりは止まらず、萩原には両型のマダイ、アヤノンには今日一サイズの70センチオーバー。おまけで船長にもヒット。あー、タモイですしないと。よし、食った、ほらいやー、今回は最高だ。釣りをしながらエンディングとなってしまいましたが、いや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 、楽しみ釣りが今回もできました。
見てくださいね。トリソリットのロット持って来てもらえるといい釣りできますよ。いやいやいや、最高。ありがとうございました。もうちょっとだけ釣りさせていただきます。やめようゴミのポイ捨て、マナーも腕の内。おはようございます。釣り具のポイントのことです。さて皆さん、本格的な釣りシーズンの到来ということで、ご調校計画はいかがですか？私はですね、まだちょっとですね、釣りの計画そこまで立ててないんですけども、もうあのオフショアではマダイが釣れたりですね、もうあのヒラマサが釣れたりブリが釣れたり、もうジギングがもう盛んになってたりですとか、そして、まあSLJ、これもまた釣れ出しますし、おかっぱりではエギング、シーバス、もういろんな魚が釣れ出すんですけども、もうですね、すっかり暖かいですから、ちょっとですね、私たちの釣りモードもオンにしてもらってですね、まあ、もう一度ですね、ご自身 の、 あのタックルボックスの中をちょっとチェックしてですね、針とか錆びてないですかとかですね、私はちょっと多分針が錆びてるものがですね、いっぱい出てくるとは思うんですけども、まあ、もう一度ですね、あのご自身のタックルボックスの中、まあ、ルアーをチェックしたりですね、あ、小物が切れてたなとかですね、そういったのをチェックしていただきながらですね、準備をしていただきたいなと思います。でですね、まあ、あの今ちょっと私、あの針が錆びてないですかって言ったんですけども、ちょっと私、あの多分針が錆びてるものがたくさんあるんですけど、フック交換がですね、もう非常にちょっともう面倒くさいのは面倒くさい、できればやりたくないなって思ったりもするんですけども、そういうですね、フック交換に非常にあの便利な、そしてあの非常にあの素早く交換できる商品をですね、持ってまいりました。それがですね、こちらリアルメソッドのエキスパートプライヤーファインエッジということで、形がですね、ちょっと変わったプライヤーをですね、私愛用しております。でですね、こちらですね、あのスプリットリングが1番から4番ぐらいまでのものはあの交換が可能になってますので、まあ、ライトジギング、またスーパーライトジギング、あとはまあシーバスプラグとかのバスプラグですね、そういったもののスプリットリングは全部これで交換することが可能です。で、まあ、持つとですね、こう斜めにあのなっておりますので、非常にこの角度がですね、ルアーの愛に通りやすく、まあ、あの手首も返しやすいので、スプリットリングの交換が非常に素早くできます。多分私今まで使ってきた中の、中のプライヤーでは間違いなく一番交換が素早くできる、プライヤーになってます。で、ファインエッジというくらいですので、ここがですね、お互いがですね、非常にあの細くできてますので、スプリットリングの交換には非常に適しております。まあ、ルアー内にもスッと入りやすいですので、非常に重宝しております。で、こちらの、 あのここのハサミの部分ですね、ここはあの、まあ、B ライン専用 の、まあ、あのラインカッターになってるんですけども、ここもあのタングステン素材でできておりますので、あの劣化が非常に遅く、切れ味もすごく長持ちする、ハサミになっておりますので、まあ、1台で2役ということで、まあ、非常におすすめな商品になっておりますので、まあ、もうすでにいいシーズン入ってますから、もう一度タックルボックスの中を整理していただいてですね、錆びてる針は交換これでできるようにですね、ぜひこちらおすすめとなっておりますので、いかがでしょうか。本日もご覧いただきありがとうございました。最後はこちらで締めたいと思います。1に安全、2にマナー、3に釣りはポイントで、ということで、来週もお楽しみに。